どうも、天変アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画で紹介した90センチレイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていないという方は概要欄に再生リストのリンクを貼っておきますので、そちらから見てやってください。自分の家で一番でかい水槽ということで、気づけばすでに立ち上げ動画を出してから1年以上経過してしまっています。立ち上げからレイアウト完成までは準備期間も含めて大量に動画を投稿していたんですが、立ち上げが終わってからは実は3つくらいしか出してません。特に前回の投稿が2ヶ月くらい前で、その前の動画からは4ヶ月くらい間が空いています。なんでこんな風に動画投稿頻度が少ないのかというと、動画で報告するようなことがあまりないからです。さすがは90センチ水槽と言うべきか、自分の動画でよくある崩壊した話とかがあまりないんですよね。そういう意味ではうまくいってると言えるのではないでしょうか。まあそれでもいろいろ変化はしていっているので報告していきます。というわけで今回は90センチ水槽のその後ということで、現在の問題点を改善していければと思います。それでは早速やっていくんですが、前回は伸びまくっていた有形層をトリミングしたところで終わっていました。トリミングが遅すぎて若干下葉が枯れ気味になっており、どうなるかが心配なところ。ただこれ以外にも以前からお話ししていたソイル流出問題があります。初めての大型水槽ということで土留めがうまくいっておらず、有形層を植えるために持っていたソイルがガンガン手前に流れてきています。そのせいで本来予定していた化粧砂が敷けないという悲しい事態に陥っているので、今回はそこをクリアしていく所存です。というわけで現状を見ていくと、このように中央の溶岩石の高さが低いところからソイルが漏れています。これでも綺麗にした方で、大和沼エビを多めに入れていることもあって、数日でとっちらかってしまうんです。1年前はまだ土留めを甘く見ており、これくらいで大丈夫だろうと見切り発車したのがいけなかったですね。ちなみにソイル流出部分は他にもあって、このように水槽側面の方からもなだれています。これはとてもあるあるな現象で、水槽壁面に隣接している部分は石で隙間を埋めづらく流出しがちです。ここら辺が甘いとソイルの高さが低くなって有形層の根っこが露出したり、遠近感が崩壊するなどの問題が起こるんです。さすがにそろそろどうにかしないといけないということで対処していきます。まずは水槽側面部分にウールマットを詰めていきます。こうすることで石と壁面の隙間を埋めるわけです。ただウールマットって白いんで壁面の反射で目立っちゃうんですよね。ここら辺は安価で黒色のウールマットが出ることを願うしかありません。続いては中央手前の溶岩石が低い部分の土留めです。こちらも先ほど同様ウールマットを詰めていくんですが、さすがにこのままだとウールマットの存在感がすごすぎてソイル流出どころの騒ぎじゃなくなってしまうため、上に溶岩石を置いて見えなくします。これが意外と大変で、真ん中にクソ邪魔な流木を配置しているせいで思ったところに溶岩石が置けません。おまけに結構みっちりウールマットを詰めてしまったため、溶岩石がその上に乗らないんです。いろいろ四苦八苦しながらなんとか置くことができましたが、改めてレイアウトしてからの微調整は大変だなと思いましたね。映像ではさらっと流してしまうのでどうしても伝わりづらいんですが、作業性の悪さが神がかっていて、今まで先延ばしにしていたのも納得です。そこから10日後の映像がこちら。ちょっと見づらいと思うんですが、がっつりソイルが漏れてます。やはりあれくらいの対策では完全に流出を防止することは難しいようです。もう諦めてブセのポットとか置いちゃってますからね。化粧砂を敷くのはいつになることやら。水草の調子はというと、とても順調で怖いくらいです。流木に活着させている南米ウィローモスはヤマトにつまつまされながらも徐々に三角の葉を展開してきています。ミクロソリウムも順調で葉の色がとても綺麗で気に入っています。ただ若干葉が長くなってきて窮屈なのと、太くなっているのが気になるところ。中央あたりに置いているミクロソリウムイーストカリマンタも絶好調で、トライデントのように葉が長くならないので流木の足元を隠すのにはうってつけです。あまり出回っていないこともあって、結構お気に入りのミクロソリウムになりつつあります。
あとは以前動画でも紹介したブセファランドラクダガンもいい感じです。最終的には撤去するんですが、こういった陰性水草は水量の多い大型水槽の方がうまくいきやすいですね。流木に挟み込んでいたアヌビアスナナプチュもこの通り、結構ボリュームが出てきました。アヌビアス系はビローモスと混栽することで自然感がより強くなるのでいいですね。そして突出口付近のピーコックモスは激流にさらされていますが、なんとか持ちこたえています。最後にミクロソリウムウィンドナロー系は特徴的な葉がアクセントとなっており、レイアウトにも使いやすいと思いました。こんな感じで陰性水草たちはだいぶ調子がいいんですが、肝心のトリミングが遅れて下葉が枯れ始めていた有形草がどうなっているのかというと、こんな感じです。意外や意外、めちゃくちゃ立て直してます。グリーンロタラは手前部分が白くなってて復活するか心配だったんですが、そんなことお構いなしに絨毯のようになってますね。中央付近に植栽している赤系水草たちは若干押され気味ですが、状態としては悪くありません。ミリオフィラムマトグロス先生も横にほふくし出すぐらいには元気です。正直60センチ水槽の時と違って有形層がこんもりする度合いが違いすぎて新鮮です。90センチ水槽ともなると有形層がしっかり生え揃ってるだけで様になるので、色鮮やかな水系が作りたい人は絶対後景に植えられる有形層をびっしり植栽した方がいいと思いました。この上から見る景色だけでも満足できること間違いなしです。ちなみにこの映像はトリミングから1ヶ月経過している状態なので、トリミングしてすぐここまでになったわけではありません。それでも1ヶ月でこれだけ回復してくれるなら文句ないですね。そこから12日後の映像がこちら。パッと見はあまり変わりないように見えますね。復活してきた後継草はどうなっているのかというと、こんな感じでだいぶモサモサになってきました。グリーンロタラの勢いもすごいんですが、今回はミリオフィラムマトグロス先生が猛威を振るってます。四方八方に葉を展開し、隣のグリーンロタラと中継の赤系水草を飲み込んでいます。ミリオフィラムマトグロス先生って勢いづくとめちゃくちゃ暴れまくって、場を荒らし終わったら肥料切れで元気なくなった周りの水草と共倒れするイメージがあるんで、放置せずこまめにトリミングした方がいいんでしょうね。皆さんも植栽するときはトリミング時刻になることを覚悟してから植えましょう。そして後継草の勢いもすごいんですが、中継部分の陰性水草もすごいことになっています。右側の方は特にそこまででもないんですが、左側のミクロソリウムナローリーフが水槽前面のガラスにぶつかってしまいました。陰性水草って一定の速度で緩やかに成長するものだと思っていたんですが、何かのきっかけでここまで勢いを増すことってあるんですね。こんな感じでだいぶ調子がいいというか、全体的に成長スピードが加速しています。ちょっと困る側面もありますが、枯れるよりいいのではないでしょうか。そこから次の日、前回のように水草が水面まで到達してからトリミングすると復活するまでが大変だということで、今回は比較的早めにトリミングすることにしました。手袋のまま手を突っ込んでいることに関しては気にしないでください。なんでこんなことをしてるのか編集中の自分でもわからないんで。ちなみにこの90センチ水槽、水槽自体の高さもあるんですが、置いている場所が高いこともあってメンテナンスが死ぬほどしづらいんですよね。おまけに撮影しながらだとバチクソ反射で映り込むしで、気を使う水槽なのでメンテナンスが伸び伸びになることが多いです。なのでこのタイミングで水草をカットしたのはだいぶ頑張ってる方です。というわけでトリミング後の映像がこちら。早めにカットするとこんな風にグリーンロタラもモサモサの状態で切り終えることができます。前回のような一部剥げた感じにはなっておらず、終わった後の見た目もすこぶるいいですね。暴走していたミリオフィラムマトグロス先生は気持ち短めに切り、隠れていた中継の赤系水草は今後の成長速度を鑑みて若干長めにしています。あと黙っていたんですが、実は流木に巻きつけていた南米ビローモスのトリミングを怠ったせいで結構な場所が浮いてきています。おそらくこれは茂りすぎて活着させていた下葉の部分が枯れてしまい剥がれてしまったのではないでしょうか。映像を見てもらってもわかる通り、水槽全体がやぼったく見えるので、ビローモスのトリミングはこまめにするようにしましょう。
というわけで90センチ水槽の経過報告を行っていきました。結局土留め作業も虚しく、ソイルは流出しているんですが、水槽自体の状態は悪くないといった感じ。ただ調子がいい時もあれば悪い時もあるということで、次回は結構マイナスな状態から入っていくことになります。この水槽の行く末が気になる方はチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。 Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。